この島に来たのは偶然じゃなかったんじゃろうが。特別養子縁組は最長8歳未満までですからね。あの子と本当の家族になれると思うと。戸和君は東京のネットカフェ乳児置き去り事件の被害者として保護されました。被告人、つまり海の母親は東京都出身の無職、佐藤茜さん。この母親に戻りたい。嫌です。私たちじゃダメなんですか。あの子と離れるなんてでき。さつき、覚悟はできとっとが。あかねちゃんの目にトアはどう映っとる。出てってよ。もう一度私にチャンスをください。